Hey, what's up, guys? Kazuto here. And I got some bad news. So, in the last video, I said, like, I'm going to continue the video right here, right now. So, yeah, I did continue, but at some point, my PC just went blackout. And I don't know, so the progress kind of like, so I don't know if the progress is good, but the video is gone, and I plan to like going back to the chapter 1/3, but I still can't do that, so the video is gone. There's still there's some skip. I tried to restore my main quest progress, but it's not working to the like where my save point is. So I hope they have some loading point where, you know, I want to load from my save data from my manual save, not like auto save, but you can't. So I'm so sorry if there is some skip, but I hope you guys enjoy it. So let's go. なあ、ユージョ、学院則ってどんな決まりがあったっけ？もうキリト、そんなこと忘れるなんて退学になっても知らないよ。学院則は修験学院の学生が遵守することを定められた規則だよ。破れば処罰を受けたり、下手すると退学なんてことにもなっちゃうから気をつけないとね。学院則でしちゃいけないことって何があったっけ？そうだね、まずは学院の中のものを壊しちゃいけない。なるほどな。じゃあ苛立って壁なんて蹴ったら大変なことになるわけだ。それから門限破り。なんで俺をじっと見つめるんだ、ユージオ。いや、キリトは門限破りの常習犯だから心配だなと思って。そんなに門限破りしてるか？リーナ先輩の稽古に付き合っていてちょっと遅くなったことはあるけどさ。いや、君は毎回それを理由にしてるけど、かなり多い方だと思うよ。そうか。じゃあ気をつける。退学になったら元も子もないからな。うん、そうしてくれた方が僕も安心かな。あとは上級生に不敬を働くこと、これも禁則事項だよ。不敬か。それって失礼な発言をするとかか？それもあるだろうけど、その上級生が不敬と感じた出来事が懲罰の対象になるから、何が不敬になるかはわからないよ。じゃあ大して悪いことをしてないのにイチャモンをつけられるってこともあるのか？退学にまではならないよ。不敬を働いた場合は上級生から懲罰権でお仕置きされるみたいだけど。退学までにならないとしてもそれはそれで怖いな。分かったかい、キリト、これが学院則だよ。ああ、もう完璧だぜ。本当かな。Yeah. So because there is no voice in this scene, I intend to speak because there is only like subtitle. So I
俺たち初等練士は年4回の検定試験によって実力を審査される。検定試験の科目には剣の実技試験、型の演武、新生術の実技試験と筆記試験がある。今から俺たちは剣の実技試験を受ける予定だ。剣の実技試験は入学試験と同じく型の演武と教官相手の試合によって審査される。緊張してるのか、ユージは。ああ、ちょっとね。大丈夫だって。ユージは自主練を毎日欠かさなかったし、ゴルゴロッソ先輩にも検定試験前の特訓を受けてただろ。うん。自信を持てよ。それがきっと今ユージオに一番必要なことだ。自信を持つことが？ああ、それじゃお互い頑張ろうぜ。うん、また後でね、キリト。おお、これはキリト初等練士。これから片割れとともに世にも珍妙な型を披露するおつもりか？ウンベール、珍妙なのは仕方があるまい。何せ金霊持ちや田舎剣術使いの熊に仕込まれた技なのだ。だがこの学院には道化の役目も必要であるぞ。まさにそうですな。道化の剣を振るい、ハイノルキア流の神髄を学べぬとは哀れなことよ。検定試験はもうじき始まる。遅れると点がつかないぜ。平民ごときが我らに忠告か。不敬も甚だしい。ウンベール、平民に礼節を教えようと無駄なことだ。それもそうですな。無視が一番だとは思うが、やはり気分のいいものじゃないな。でも今切り替えないと。 So I still kind of like remember what the last time I speak of, I need to speak what I want to talk about. So this is where my PC got blackout all of a sudden. So yeah, it's kind of like, you know, a pretty long videos. So yeah, what I talking about in the, you know, the last step of the video, I still haven't reached where the secret art is. So I think this is still a prologue. Kirito, お疲れ様。ユージオこそいい順位だったな。俺とユージオは剣の実技試験で10位内に入ることができた。お互いいいところまで行った。とりあえずは良かったよ。うん、学年最後の進級試験で12位以内に入らないと上級修験士にはなれないしね。でもセントラルカセドラルにたどり着くためにはもっと強くならなくちゃ。気合を入れるのはいいけど、プレッシャーのかけすぎは良くないぜ。プレッシャー？それって神聖語かい？そうだよ。神聖語で気負うってことだよ。気負いすぎは良くない。うん、それもそうだね。君の言う通りだ。ライオスは21位、ウンベールは22位か。嫌な奴らだけど、立派なのは口だけだ。放っておくに限るよ。そうだな。ま、奴らの戦いを見ていないから何とも言えないけどな。それより明日は新生術の筆記試験だ。ユージを頼む、力を貸してくれ。また一夜漬けで何とかする気なの？もう仕方ないな、キリトは。まったく、なんで筆記なんてあるんだよ。なあユージオ、新生術の話をしたいんだけど、いいか？まあいいよ。うん、
神聖術何セクレットアーティスト神聖術っていうのはシステムコールから始まる四季の組み合わせで発動する術式のことだよ、術式を唱えてエレメント、つまり素因を生成することによって使うことができるんだ。素因には酵素、熱素、風素、糖素、水素、暗素、合素、小素があるよ。それぞれを素因として作り出して術式で解放することによって力を使うことができるんだよな。そうだよ。ただ注意しなくちゃいけないことがある。術式を詠唱しないと素因を生成できないし解放もできないってことだ。なるほど。じゃあ四季をちゃんと覚えなくちゃいけないのか。俺英霊でも呪文の暗記苦手だったんだよな。覚えられるよ。そんなに長いものばかりじゃないし。俺は剣術専門で行きたいところだけど、ある程度使えないと話にならないよな。とはいえまずはジェネレートルミナスエレメントというふうに素因生成の句を唱えられればいいと思うよ。そうして片手で5つずつの素因を生成できるみたいだから、一度に最大10個の素因を生成できるということになるね。なるほどな。そこから術式を発動させて素因を解き放つのか。そうだね。生成の後にバーストエレメントと唱えることで素因を解放することができるよ。他にも素因を解放する術式はいくつかある。例えばフライストレートという術式。これは生成した素因を任意の方向に直射するものだ。まっすぐ飛ばしたいわけじゃないときは曲射の術式を使えばいい。その場合はフライベントと唱える。ちなみにそれらの術式の後に術式の発動を意味するディスチャージを唱えなくちゃいけないよ。覚えることがいろいろと多そうだな。それはそうだね。じゃあ頑張って一緒に暗記しようか。へい、へいへい。アトモスフェリックス空間神聖力というのは術式を使うために必要なものだよ。ソルスや月の光、大地の力などが空間神聖力になるんだ。つまり雨が降ったり夕方になったりすると使える空間神聖力の量が減るってことだよな。まあそうなるね。天候も戦闘に左右する場合があるってことか。覚えておこう。ありがとう。ユージオのおかげで復習できたぜ。本当？キリトがちゃんと暗記できてるか不安だから試験前はまた一緒に勉強しようね。俺は一夜漬けじゃないとあんまり頭に入らないんだよ。一夜漬けだと終わった後確実に頭から抜けていくからダメだってば。努力はする。もうそれならいいけどね。よ、なんだ。おい、つめりな。いいな。そうだなあ。いや。Oh, why? Yeah, you're not fun. なんだと？ん？ムカつく。あれ？There's so many conversation, dude. キリト、ちょっと付き合ってくれないか？頼みたいことがあるんだ。まあ、構わないぜ。こうしてアインクラッド流の剣を君から教えてもらうのは久しぶりだね。なあ、ユージオも俺もそば好きになってからは先輩と稽古していたもんな。でも次の検定試験のためにアインクラッド流の技も鍛えたいと思ったんだ。
ゴルゴロッソ先輩が教えてくれた技は強胆で、いざという時頼りになるけど、やっぱり僕の一番最初の師匠はキリトだからさ。そう言ってもらえるのは光栄だな。俺も実はずっとユージオと稽古したいって思ってたんだ。キリト、よろしく頼むよ。ああ、任せとけ。さあ始めよう。All right, let's train with Yuji. So the thing I want to talk about is the difference between this, you know, Sword Art Online, Alice Season Licorice, and Fatal Bullets. It's, you know, when I ending the video. Oh, damn, that's not good. So when I ending the video.Come on. Oh, no. My, it's always like cut off all of a sudden, but, in this Sword Online, I can't because there's so many conversation rather than, you know, like tanken, like adventure. But in the Sword Online, at least, Fatal Bullets, there's so many.Something like, you know, adventure, you know, there's a little conversation. Ooh, noise. やっぱりアインクラッド流の技は実践的だけど、使いこなすのは大変だね。そうか、だいぶつかめてたぜ。ユージオ、しばらく俺と稽古していないうちに上達したな。キリトから教えてもらった技はたくさんあるから、全部まんべんなく練習してるんだ。たくさんか。とはいえ、すべての技を教えられたわけじゃない。剣の優先度が低いために再現できない技がまだ多くある。優先度の高い剣、ユージオの青バラの剣クラスなら再現できるかもしれないけど、いや、借りて再現したところでどう説明する。それにその間ユージオは剣を使えないぞ。キリト、やっぱり君は不思議だな。え？記憶をなくしたベクタの迷子として突然現れたのに、剣技についての記憶は全て覚えてる。きっと君の天職はどこかの剣士だ。それもとても強い。なのにどうして君は記憶をなくしてしまったのかな。わからない。何か事故にあったりしたのかも。それか衝撃を受けて忘れたのかもしれない。だとすれば、君の家族や友達は突然いなくなった君のことを心配して今も待っているかもしれないよ。ああ、そうかもしれないな。ねえキリト、君はもし。なんだ。ううん、なんでもない。少し休んだらまた再会しよう。あ、そうしようか。ん、あそこにいるのはメディナじゃないか。先生と剣の試合をしているのか。せー、メディナの剣なんて速さだ。これまで、試合を終了とする。あ、なかなかの立ち筋だったよ、メディナ・オルティナノス初等練士。ただしまだ戦い方に荒が目立つな。精神を鍛え、今後さらに修練に励むように。はい、これからも精進します。すごいな、模擬的な剣術試合とはいえ教員相手に一歩も引かず、むしろ押していた。それでは私はこれで失礼するよ。ありがとうございました。メディナ、本当にすごいな。お前か、何の用だ。悪いな、たまたま通りかかってさ、今の試合見させてもらってたんだ。そうか、それで。いや、メディナの剣の速さに驚いたよ。あのまま戦ったら勝てたかもしれないくらいだ。用がないなら私は行くぞ。
相変わらずそっけないな。ちょっと待ってくれ。要件を作ればいいんだな。やはり何もないのではないか。ちょっと待てよ。この声は。猫。メディナ？お前。元気がないな。腹が減ってるのか？餌をやらないと。お前は何を言っているのだ？野良の動物に餌をやるのは禁忌目録違反であろう。そうなのか？もしや知らなかったのか？いつだか野良犬に餌をやったことがあるような。俺知らない間に禁忌目録違反をしてたのか。いや知ってたよ、もちろん。ま、お前が禁忌目録違反で捕まろうが私にはどうでもいいことだ。ともかくこの猫には悪いが、私たちにはどうすることもできん。残念だがな。メディナ、もしかしてこの猫を助けてやりたいのか？私の気持ちなど関係ない。無理なものは無理、それだけだ。まだ諦めるのは早いぜ。俺にいい考えがあるんだ。なんだと？野良猫に餌を与えるのが禁忌目録違反なんだったら、メディナがその猫を飼っちゃえばいいんだよ。私がこの猫？そうすればその猫は野良猫じゃなくてれっきとした飼い猫になるだろ。まさか飼い主が飼い猫に餌をやるのは禁忌目録に抵触しないよな。するはずがないだろう。それでは牧畜が成立しないではないか。ああ、だからメディナが飼うと宣言すればいい。そうすればこの猫は飢え死にせずに済むだろ。私がこの子を飼って毎日餌をあげれば、この子は死なずに済む。あれ？撫でてもいいか？毛がふさふさだね。絶対私が守ってあげるからね。ん？メディナの口調が柔らかくなった。ごめんね、今は餌を持ってないの。部屋に戻って食べられそうなものを探してくるから。餌ならあるぜ。干し肉だ。これなら猫も食べられるだろ。ありがたく受け取っておくが、お前はなぜいつも干し肉を持ち歩いているのだ？それはまあ、小腹が減ったら食べようと思って。はい、干し肉だよ。あそこの意地汚いお兄さんがくれたんだよ。あの女。おいしい？よかった。これからは毎日餌をあげに来るからね。まさかメディナに猫好きの一面があるとはな。でもメディナもこんな顔ができるんだと分かってちょっと安心したな。さてと、それじゃあネストの生成から練習しようか。ああ、ジェネレートサーマルエレメント。あ、ちゃんと生成できた。よし、僕もやってみるね。ジェネレートサーマルエレメント。ユージオもできたな。うん。こうやって生成した後は何らかの方法で解放して放てばいいんだよな。うん、まずは普通のフォームエレメント、アローシェイプ、フライストレート、ディスチャージ。あれ、矢の形になれって言ったのにならずに飛んでいったぞ。失敗か？
当たり前だよ。だってそれは上位の技だって教科書に書いてあったじゃないか。そうだけどさ、やってみたらできるかと思ったんだよ。忘れちゃったのかい？先生からちゃんと修練を積んで熟練度が上がらないと技は使えないって言われただろ。そうだ、新生術にもシステムコントロール権限、新生術行使権限という数値が設定されてるんだったな。あ、そうか。つまり新生術も修練を積まないと使える技が限られてくるってことか。ああ、そうだよ。まったく忘れっぽいんだから。それに誰かさんは闘争の生成が苦手だったからちょっと心配だな。まあまあ、それはだな。でも僕がその分を補えば大丈夫かな。補ってくれるのか。相棒だから苦手な部分を助け合うのは当然だろ。それは頼もしいな、ユージは。オンに切るぜ。よし、それでは闘争生成はユージオ君にお任せしようか。あ、でも新生術の実技試験を最初から投げるのはなしだよ。検定試験の成績に響いちゃうからね。うん、そうだったな。仕方ない、俺も頑張って新生術行使権限をできる限り上げることにしよう。そして新生術の授業が終わった後、先生に用事を頼まれたユージオと俺は一旦別行動を取ることに。リーナ先輩。や、そうだ、もしよければまたお前とユージオに課外授業への同行を頼みたいのだが、いいか。はい、もちろんです。ありがとう。今度の課外授業は貴族の保有する領地、いわゆる私領地で行うらしい。わかりました。早速ユージオに声をかけてきますね。断ることはないと思いますが。ありがとう、心強いよ。もちろん行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。でもちょっと不思議だな。不思議って何が。いや、貴族の私領地で獣を退治するって聞いて、前にキリトが先生に質問したことを思い出したんだ。ほら、どうして帝国には貴族と平民がいるんですか、そう聞いてたじゃないか。ああ、聞いたな。確か先生は、先生はこう言ってた。氷協会の予言を引用して、確かいつか果ての山脈にある4つの通路、北の洞窟、西の峡谷、南の回廊、そして東の大門から闇の軍勢が退去して攻め込んでくる。忌まわしき亜人どもを滅するために四帝国において英士や英兵の天職を持つ全ての民は人民を守る役割を負い、戦わなければならぬ。その時指揮官として軍の先頭に立つために、貴族は日々剣を磨き、術式を学び、心身を鍛えている。完璧だ、さすがユージオだな。印象的な言葉だったからだよ。それを聞いた後だと課外授業の話はあまり納得はできなくなっているけどね。あ、そうか。ユージオは日々剣を磨いている貴族がなぜ私領地の獣を討伐しないのかって思っているんだな。うん、自分の職責を全うしないなんてことが本当にあるのか。病気で動けないとか何かそういう理由があるならわかるんだけど。多分それはないだろう。衛兵隊の仕事が溢れてるのはおそらく貴族が獣を討伐する義務を怠っているからだ。それじゃあ貴族は一体何のためにいるんだい。その答えを出すのは難しいけど。ごめん、こんなことを今考えたって仕方がないよね。準備してソルティリーナ先輩のところへ行こう。ああ、そうしよう。Okay, I think I can end this here. So I hope you guys enjoy it. I don't know. I think I'm going to be off the record doing some side quests and leveling up. So yeah, I hope you guys enjoy it and see you guys in the next videos.